はいはい。いろんな色合いを MacBook Pro で試したいので、今回はシネマトーンなしでオートで行ってみます。はい、本日は糖質思いのマカラスパイシー野菜カレーを紹介。じゃあ原材料名を見ていくと、まあ毎度おなじみの大麦セットなので、それほど期待しないのが一方、そうだね、糖質下げとるのはあれだね、大麦に変えとるだけだね、小麦を。砂糖使っとるし、なんか甘味料あるわけじゃないし。それでは栄養成分表示を見ると、まあでも 240g あって糖質33のカレーライスならもうありないの、別に悪くないよね、いいんじゃないの。食物繊維 5g あるし、タンパク質も 5g やし、それぐらいは下げとるっていうような感じで。それでは中を見ていくと、じゃあ開けていくと、電子レンジで2分30秒。これ要は今までのあれだね、パウチとかのベストと一緒でこのまま食べれるってやつだね。ほう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 、はいはいはい。ああ、ご飯の容器の蓋を完全に剥がして、ご飯の上に専用ソースをかける。で、剥がした蓋乗せて、あ、今までのあのシリーズと一緒だね。それじゃあかけてみましょう。結構硬いな、これ。これ地味にでも手間いらずだね。大麦があれだよね、もうちょいなんか。少しでもいいで水分吸ってなんか、あれ。小麦の食感を出せるとさ。それで、専用ソースをかけてみると。あ、ちょっと待って。電気つけるの忘れとったな。地味に手間いらずな。ちょっと小腹が空いてきたよね。これでもいいんじゃない、なんかセットとして 40g 以下で 200g 以上あるカレーライスが食べれるなら、あれでもね、万南ご飯とカレールーのセットとそんな大差ないもんね。ただ小麦の食感にちょっと程遠いっていうだけや。それでちょっと MacBook Pro に変えて、この FDR-AX55 のトーンがどういう風になるかを見たいよね。それではチンしていきます。こんな感じでレンチンしてきたけど、ほんとなんかすごい香ばしいキーマカレーじゃないけど、この代わりなんか辛そうな匂い漂うもんね。近づくと、まあ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 、大麦あれだよね、真ん中にちょっとブレるな。ちょっと待ってよ、筋さえ入ってなかったら大麦って分からんもんね。水分を吸わんとあれなんだよね、なかなか小麦の食感って出しにくいんだよね。な感じで食べてみましょう。これって話変わるけど、昼の今どんな12時ぐらいか、南から日が当たっとるから向こうから当てた方がいいんだよね。逆になるとなんか暗いもんね。まあ食べてみます。もちっとしてそうな感じあるんだけどな。いただきます。熱っ。うまい。これ大麦
向いてこれカレーとかにした方がいいね、なんか。あ、これだとまだあれだ、米の食感に近い、米っぽい、遠いけど大麦シリーズの中では近い。米単体で食べるよりあれだろうね。カレーライスはやっぱ一番向いとんね。一緒にレンチンしたでかな、なんかすごい固まってさ、あの米のもっちり感が出しとる。大麦だけどやっぱその吸収性はないけど、あれかな、他のレトルトルーと大麦と別セットのやつで、レトルトルーはレトルトルーでその電子レンジで温めるか湯煎してかけるけど、これは大麦ご飯は大麦ご飯で温めるもんで水分が飛ばんのかな。一緒にレンチンすればあれだもんね、水分飛ぶもんね多少は。これは俺好き、いい。別に今まで結構大麦になんかちょっと小麦に遠いっていう感想の方が多かったけど、うん、やっぱあれだね、メーカーがそういう指定品で作った方が多分あれだね、バラ買いするより。ご飯単体で買ってなんか肉とか唐揚げとかハンバーグとかでおかずで食べるより、こうやって組み合わせた方があれだね。いや、これは好き、これ美味しい、ちょうどカレー食べたい気分でいいよこれ。万南ご飯シリーズ大差ないもんで、食感も近いよ。そんなパーンとするのあの小麦の弾力はあれだけど、うん、美味しかった。これは大麦シリーズの中でこれは一番本当に小麦の食感に近い。以上、大麦のカレーライスでした。終わり。